皆さんこんばんは。今日もとっても暑い一日でした。今日は左手の4と5の指を鍛える練習法をご紹介します。通常左手利き手でない指で弾くということはとても独立した指を作ることができます。指を動かすことでいろんな曲が弾けるようになります。暑い時期は少しずつ遊びながら指を動かしてみましょう。左手でメロディーをどんどん弾いてみましょう。利き手でない左手で知っている曲、簡単な曲を弾いてみることでどんどんいろんな曲が弾けるようになってきます。ユニゾンやオクターブで弾いても結構です。